WHO ・世界保健機関は、新型コロナウイルスのオミクロン株による津波のような大感染の発生に懸念を示しました。 テドロス事務局長は29日オミクロン株とデルタ株は双子の脅威だと述べ危機感をあらわにしましたその上で健康格差をなくすことがパンデミックを収束させる鍵だと強調し来年半ばまでにすべての国がワクチン接種率70%に到達できるよう協力することを改めて求めました 緊急対応責任者のライアン氏も、新型コロナが落ち着くまでは、険しい道のりになるとの見方を示しつつ、ワクチンの公平な分配などに取り組むことで、入院や死亡が急増する急性期を終わらせることができると述べました。